ナマズの王者皆さんこんにちは、トミックです。俺今まで普通のナマズ、ゴンズイ、まあちらほらね、あのナマズっぽい魚やってきました。で思った、なんか違うナマズやりたいなということで、元気がいいな、ちょっとちっちゃめのナマズ、これをさばいていきたいと思います。この魚はギギという魚でございます。ナマズじゃナマズ、淡水魚で、もちろん火を通さなきゃいけない。こいつね、ちょっと一つ問題点があって、毒針を持ってます。ということで、その毒針を抜くことは、抜くことできたっけな、毒針に触れずに上手にさばけばうまくいけるんじゃねえかということで、結構ね、淡白で美味しい魚らしいので、騒いでいただきたいと思います。さあ、その前に何かすることあるよね。水槽に入ってるよね。何をする？そうだね、水槽から中の魚を取り出す。 OK。よいしょ。これがね、ギギという魚で、多分ね、この胸びれが硬いは硬、これがね、毒だと思う。あの、基本的にはゴンズイと同じだと思われはいるので、とりあえず、ギギは背開きで開いていきたいと思います。どうしようかな、目打ちしようかな、目打ちしよう。一応毒針が刺さったら痛いのでね。で、毒針刺すときは、下顎の方に刺してさばきます。うわ、よいしょ、きた。はい、ちょっと微妙な感じになっちゃったけど、まあいいか、このままさばきます。泣くんだ。よいしょ。ひえ。骨と取っちゃった。ここがね、毒のトゲなので、これを切ります。今回ね、サイズ的にもちょっと小さいので、こう優しく焼きます。フライパンの上にね、これしとけば、フライパンに魚のあれがくっつくことないからね。弱火で焼きます。シュールだな、この絵。だんだん身が縮んできてるな。お、この時にね、もう味付けの醤油とかかけちゃう。なんかこうミニサイズでいいよね、すごいお手軽。お手軽な。あんま美味しそうじゃないか。ガチン。なんか悔しいから胡椒かけよう。思ってた完成図とだいぶ違う。いただきます。あの匂いがさ、うなぎなんだよね。アナゴだ、味アナゴだ。これこんなことなら5、6匹ぐらい買っとけばよかった。味がアナゴなだけに、見た目、ちょっと見た目が残念、失敗だな。以外はまあ普通にうめえし、アナゴだし、結論、ちっちゃいアナゴ。